はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もロスト、失礼しました、ロストエピック続きからやっていきたいと思います。まあ、前回こちらの、ソビル城郭で、ボスのドラゴン倒してます。で、先進もうと思って、こちらの水路ね、巨大湖ペルグランデを話し進めていってるというところまで、でございますね。で、一応ボス狩りのここなんだけど、反対側にずんずん伸びてってんだよこっち側ね、こっち側に伸びてってるんだけど、多分ボス行くのここの下のとこだよね、きっとね。で、まあ多分ここに行くための神獣の、なんて言うんだろう、部下みたいな紳士みたいなやつが、まあ前回倒したドラゴンもそうなんですけど、この湖にもいるから、そいつを倒して得た技能を使ってでこの先へ進んでいくんじゃないかなと私はそう考えておるところでございます。で、いうわけで、やるのがこの先ですね。今日は進んでいくのと、その後ね、ここに赤い丸あるの見えますかね。はい。で、これが武器の技能とかをくれるお姉さんなんですよ。先輩ですね。彼女にね、会いに行こうかなと思っております。というわけでやっていくんだけど、いや、先にこっち行くか。あ、先こっち行くわ。先こっち行って、このお姉さんから技能をもらってから、先へ進むという形にしたいと思います。というわけで、ソビエル城郭に、こちらに移動したいと思います。はい。はい、というわけで。いや、君か。どうも。弓矢、どこにも落ちてないんだけど、ちょうだいよ。ふふ。聞いてくれ。ついに手に入れたのだよ。これを、この武器を。何？お本。この騎士は、この武器はかつて騎士ウォーバルが使っていたという鬼切り丸だ。おお、強そう。ウォーバルは私から見て6代前の騎士なんだ。まだ使える状態で残っているとは思っていなかった。この武器で習得できる神技、レイスティンガーは今後の戦いに役立つだろう。神技の知識は君にも共有しよう。だがまずは君がそれに値する騎士か示してほしい。そうだな。レギオンを5体討伐してくるんだ。やってみるかい？はい。レギオンは手につなぐ証拠機にいるはずだ。気をつけて。ちょっと見てくる、そしたら。先に進んじゃうことになるんだけど、とりあえず移動しよう。というわけで、ここにレギオンがいるっぽいんだけど、とりあえずさ、君たち弓くれんかな、弓。弓欲しいな。よいしょ、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 よいしょ。弓、弓くれんか、弓。おいー。弓全然落とさないんだよな。落としてくんないかな。弓使いたいんだよ。せっかくさ、教わったんだけど、全然。全然さ、よいしょ。弓をさ、使えないのよな。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。はいはいはい。おい、よし、一旦、オッケー、とどめ。レギオンってどこにいるんだ？レギオンってどこにいるんだ？とりあえず下降りるか。あ、レギオンってどこにいるんだ？お前レギオンじゃねえもんな。オッケー。で、これが壊せるとかそれ以前の問題だね。はいはいはい。下？ああ、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 ああ。フェザーバグ、フェザーバグ。やばいやばいやばい。よし。OK。これマップ的には、上2箇所と下2箇所か。あ、ここと、上のところね。はいはい。下降りられないね。技能的なやつが必要になってくる感じかな。まあ、こっち行ってみるかね、まずは。うわ、なんか、はいはいはい。よいしょ。よいしょ。はいはい。えい、ほい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 、よいしょ、ほい、いっていって、はいはいはい、見えねえ見えねえ敵が、オッケー、カウンター返したけど痛い、はいはいはい、痛い、回復したいな、回復したいな、オッケーオッケー。痛えじゃんね、お前。よいしょっしょ。よいしょ。いや、勝てえ。ぜひ勝てえんだよな、やっぱり。ガッチャン。うん。
浮いちゃったんだけど浮いちゃうのか。そうですか、そうですか。で、で、どっちのあれが、こいつら、いや、マジ硬えな。ちょっと待って、マジ、ちょっと硬すぎないか。ちょっと回復、回復。ふう、ああ、いけない、釣り竿しちゃった。あ、だからなんかダメージ、いや、ダメージ全然入ってねえぞ。はいはいはい。いていて。いや、技をきちんとぶつけないとダメですね。月が入る。よいしょしょしょ。いや、マジ硬すぎる、硬すぎる、硬すぎる、こいつら。で、調べる。はいはいはい、いけ。とっ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 と、はいはいはい。いや、硬い、硬い、こいつら硬いぞ。あ、倒した、一人倒したかもしんない。よいしょよいしょよいしょ、はい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 。あ、一人倒したっぽいな。オッケー、はい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 。一人ずつならなんとかなるな。いって、よいしょ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 、オッケー。いや、強っ。ちょっと待ってちょっと待って、恐ろしく強いんだが、恐ろしく強いんだけど今のやつ、こんな硬い。まあ今来るとこじゃないのは分かったね。もう完全に今来るとこじゃないわ。敵はあまりに強すぎる。でも上に来ちゃう。宝箱か。いただきます。あ、鍵と玉鋼か。上乗れちゃった。何もないの。はい、下行こう。結局、レギオンとは、ここでは会えないのか。わかりました。上に持ってってさ、これで何かあるわけじゃないんだね。はい。じゃ戻って下のところもちょっと見てきて、そしたら帰ろうか、もうちょっと。うん、しんどいな。全然敵が死んでくれないんだもん。音はする、なんか音はする。はい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 。よいしょよいしょよいしょ。どこまで下がるん。やばいやばいやばい、場所悪いな。ふう、あー、なんで違うんだよな。出したい技じゃないんだよな。よし、とりあえず一人撃破。あ、てかなんか武器刺さっとりゃん。オッケー、はいはいはい。オッケー、オッケー、はいはいはい。よいしょ、オッケー、ドン。これなんか武器あるぞ、武器調べる。グレンの火含有、かっこよ。何今の体験みたいなやつでしょ。これだ。へえ。あ、装備もしたいけど、装備もしたいけど、ちょっと外すか。これ体験だから他の神器が重いね。なるほど、こういう感じか。ちょっと他の武器はそうでもねえな。しまいや、まあ、とりあえずこの体験を使ってってみるか。一応、よいしょ、はいはいはい。よいしょ、 OK。 あー、結構さすがに、はい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 。あ、待って、巣があるのか。はいはいはい、オッケー。
いや暗いな。こういう能力か多分。多くのリトグラフ、あそうだ、リトグラフさ埋めてくの忘れちゃってたわ。やってくるしかないな。とりあえず戻りますね。リトグラフね、そうリトグラフを、おっと、君ら、復活したのが。いいね。これ空中でしか出ない。ああ、空中でしか出ない感じか。オッケー。上からちょんちょんさ、やってくのやめてくれないかな。君だよ、君のこと言ってる。私は君のこと言ってます。よいしょ。でもダメージでけえ、すごいなやっぱ武器がいいのだとダメージ入るな。はい、よいしょ、いけ、ひと狩り完了。はい、よいしょ、よいしょ。ここは進めないね。これ開かないもんな。オッケー。となるとレギオンがどうのこうの言ったやつはまだできないと。今進めるべきところではないだな。ないだな。下行けないもんね。この前のところでもうこれ下行けないよね。あ、ここは下行けないな、そもそも。オッケー。んじゃあ、帰ろう。さて、一応これ石板かな？集めてきたやつ。持ってない。全然足りねえわ。あー、そうっすか。別のとこで拾うのかな？それとも多分普通に取り逃しかな？うん、取り逃しっぽいな。まあいいや。じゃ、とりあえず、ここの、今ね、霊峰ファータイルにいるんで、ここの、サブクエの報告をしてから、ここに飛んで、はい、先進めていきます。ちょっとお待ちね。さて、これを報告、アニマ5000と玉鋼1、いただきます。OK ですね。よし、じゃあ、先進もう。移動します。さて、ペルグランテ戻ってまいりました。で、ここを進めていって、ここの2つのところだね。この先にマップを広げていきたいなと思います。まあ、水中頑張って移動しますよ。意外と酸欠にならないんだよね。意外と大丈夫なんですわ。これを、切って大丈夫だったよ。あ、普通に大丈夫だ。倒しておいた方がいいのかな。あ、痛い。よいしょと。とどめというわけにはいかないんですね。よいしょ。っていうか酸素足りねえ。酸素足りてない。死んじゃう。死んじゃわない。死んじゃわない。大丈夫です。というわけで、これ上行くパターンと下潜っていくパターンがあるんだけど、とりあえず潜っていって、この先行こう。お邪魔しまーす。深淵？引き返した方が良さそうだ。はい。やべえ、本当に深淵だ。何も見えない。何も見えないよ。じゃあ上行こうか。なんか明かりとかもらえたりするのかな？この雰囲気だと。明かりもらえますか？どこかで。いつかどこかで僕に明かりをくれますか？あなたは。とりあえずこの、こいつ試しても何も美味しいのないんだよな。触っても爆発しないし。太古の新進者。はい。どういうこと？とりあえず酸素が足りてないな。あ、ありがてえ。あ？あらららららら。あらら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 。あららら、そんな、魚いっぱい出さないで。まったく。やめて。よいしょ。いや、めちゃめちゃ湧いてくるやん。君ら、めちゃめちゃ湧いてくるやないか。よいしょ。これ、酸素さえあれば、なんとでもなる。よいしょ。これ、もしかして、この、アクアガーディアンさんを倒さないといくらでも湧いてくるってこと？するわけじゃない。
そういうわけじゃなかったな。おお、何だったんだ何だったんだろう。そういうあれかな、拒絶されてるだけかな僕が。なんか中ボス的なあれかと思ったら本当に雑魚的や湧いてくるだけだ。とっ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 と、いててて、痛いな。水中で魚とやり合うのはなかなかやっぱ骨が折れるね。そして君は水中で弓を使うんじゃない。よいしょ、くらえ、はい、ホームラン、よいしょ、でおしまいと。わあわあ、いっぱい来た、わあいっぱい来た、痛い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 、よいしょ、くそ、痛い痛い痛い、ローリングが出ない。お前ら、お前ら殴れ、殴って、ちょっとさ、ちゃんと殴ってくれな、頼むよ。はいはい、よいしょ、ふう、オッケー。これで武器を変えよう。今のこれを付け替えるためだ、フィアを付け替えるためだけに今やってたから。よし、じゃあこれを外して、ここにフィアを乗っけて、マジックシールド、このまあまあ、うーん、ここにこれですね。でここにマジックシールドを乗っけて、これバレット、え、バレット付けられんの。そう、あ、本当だ。え、俺装備してないっすよね。へえ、それでも大丈夫なんだ。まあいいや、あんまりバレット使う機会ないからな。体力を回復、よし、ちょっと先行くか。で、なんかあんのかな、何もない。まっすぐ進んで、多分中ボスだな、多分中ボス見た私。あ、ティア、あ、キャーシュはそう見たよ。あ、でこれ、あ、通りで装備が重いわけだ。体が重かったんだよ、気づいてやりたんだけど。前回あたりのはさ、北条の神と戦った時で何も学習しないそっから何も学習しない私は。え、とりあえずどう、チェックポイント、ただのチェックポイントね。じゃあ上行こう。よいしょ、やっぱ装備重量はねちょっと気にしなきゃダメだわ。え、ああ、あれあれ、あのよく覚えてないんだよ、あの黄色の反撃のやつ覚えてないんだよ。これがそう、上に投げ、火が上がるやつでしょ。でこれが空中で殴るやつ。あんで、まだいっぱい来てる、まだいっぱい来てる。ちょっと君たち、君たち、よくないぞ。はい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 、オッケー。ふう、上登っていくパーティーな。やべよ、やべよ、分かってるよ、そういうの初めてじゃないんだ、そういうの初めてじゃないんだ僕は。ああ、マジックシールド、はい、きたー、よいしょ、オッケー。水中じゃなくて陸上の方が戦いやすいっていうことやな、みんなそういうの言ってるからさ、みんな言ってるから。あ、これちょっと使いづらいな、ためが発生しちゃうからだと思うんだけど、ちょっと使いづらいね、体験のやつは。まあいいでしょう、ちょっと今日は体験のやつ、体験で頑張っていくから、ふいちゃん体験で頑張っていくからね。次回から体験じゃないやつに戻そう次回からね、次回から体験じゃないやつにするわ。体験ね、ダメだわ、ちょっと合わないかもしれない僕本当に本当にね、悲しいけど、悲しいけど体験が合わない可能性があるわ。そんなことないとは思いたいんだけど。おお、なんか陸上に来たね。
まだ全然先だね。どういうんだこれ。ん？マップ的に見ると、あ、こっち側だ。え？ここに神の位置は出てないもんね。神の位置は一切出てないから、神はこっちにはいないね。こっちは何もなし。神がいないということは神の使いだけがいると。そういう感じじゃないか。でかい！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 よいしょ。はい、よいしょ。はい、はい、はい、はい。よいしょ。はい、はい、はい。ね。おい、おい、おい、おい。やらせねえぞ、そんなに。よいしょ。はい、はい、はい。大丈夫かな？大丈夫か？よいしょ。どこでしょう？ウェイ、ウェイ。溜めて、ドッカン。おしまい。君もそろそろおしまい。オッケー。これが火の力。え？あれ、これこっちにいるのかな？あ、下が見えないから怖いんですよ。合ってるのかどうかがわかんねえんだよな。向かってる先は多分合ってるはず。はい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 。よいしょ。はい、ちょっと。消えてもらおう。君たちには。消えてもらおう。はいはい。アクア。アクア。はい。これかな、ちょっと合わねえな、タイミングは。宝箱いただきます。体力が、うち体力が持たないけん回復は入れる。あ、どうもどうも。あ、まだそういうやつ。よいしょ。はい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 。おしまいじゃない。どこにいる。よいしょよいしょよいしょ。はいはい。泣いてる暇があったら殴ってきな。よいしょ。はいはい。よいしょ。オッケー。じゃあ攻撃返せなかった。返せねかった。よいしょよいしょよいしょ。溜めてドン。よし、いいんじゃないかな。地上のみでクリア200。コンボ数が多い。最高です。天才だからな。でここ抜けていって、巨大湖の制定。あー、はいはい。チェックポイントがあるということは、チェックポイントがあるということは、これボスだな。え、お船？お船を浮かばせて。え？はい。うわー。あー、いますね。ちなみに下は？はいはい。バイトフィッシュ、バイトフィッシュ。バイトって多分あのかじる方のバイトだと思うな。あ、ここ壊せる。オッケー、やっぱ下行かんとあかんよ。よし、オッケー。じゃあこれボス行く前にさ、あの一旦戻る必要ないな。ボス行こう。よし、というわけできた。J。なんか3人もおる。お前3、ね、3人もおるんだけど。あー、ちょっとね。なるほどね。ちょっと。ドン。見て。返しづらいね。出るのがやっぱ遅い。出るまで遅いな。これは、あ、あれ、あー、なるほど。水深が上がってパターンか。やっぱ避けるしかないな。はい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 。よいしょ。うー、酸素月が、月
木があるな。オッケー。いやーやっぱね出が遅い、出が遅いんだよな。よいしょ。そうだなやっぱり。そうそうそう、あの地上で出そうとするやつがさ出が遅いんだよな。酸素であと1匹ね。はいはいはい、そんなんじゃ勝てねえぞ。でもよいしょよいしょ。ジェイさん、ジェイさん、そろそろいいんじゃないか。諦めてもらって。よいしょ、よいしょ。やっぱそういうやつさ、わかるんよ。わかるんだけど。体験の技の出が遅くてダメだな。出ねえんだよ。出ねえんだよ。まあ、あ、え、え、え、なんで爆散した今。なんで爆散したんだろう今。なんか急に死んだスイム。あ、水中で酸素が減らなくなる。はい、ありがとうございます。というわけだ。というわけだ。よし、じゃあ戻るか。ああ、ほんとだ。酸素のメーターがなくなってる。これはだいぶありがたいね。さてと、で、料理をします。で、魚とフェザーバグだっけかな。脈図。これはちょっといらないですね。なんでもいいから魚とドローンビードルだ。思い出しました。じゃあ、とりあえずこのサンゴアイゴンとドローンビードル。これで料理作っていきたいと思います。料理開始。あ、間違えた。ボタン間違えた。ここ、よし、オッケー。で、スパイシースープということで、新域飯、家庭料理、これ完成ということでいいんじゃないか。あれ？ん？あって、あれ？そうだね、スパイシースープ。よかった。違う料理作っちゃったかと思った。で、次のところのマップの下のとこね、ここが多分、酸素がいっぱい吸えるようになった僕からすれば、余裕な場所だと思いますんで、まあ、そっちにね、移動していきたいと思います。これ下からじゃねえな。上からだな。よし。というわけで、今ここに来たので、ここの、右下の方、水中の深いところにね、潜っていきたいなと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、っと。で、暗くていけないところとかも後でいけるようになると思うんだけど、今じゃない。今じゃない。だいぶ先になっちゃうと思うんだよね。アイテム、なんかライトとか、なんか暗闇を照らすみたいなアイテムがあった気はするんだけど、技か。うん、それをね、ゲットしてからになると思うんでね。というわけで、お、新しいところ来たよ。これを普通にした。あー、あれれ。あれ、なんか、お前どっかでいたよな。さっきまでボスやってなかったか、今。こいつボスやってなかったっけ？気のせい。気のせいだ。きっと気のせいだね。うん、きっと気のせい。で、ちょっと、盾を作って、よいしょ。よし、OK。はい、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 はい。よいしょ。ぶん殴っていく。しっかりと。で、君。よいしょ。はい。暗いな。火をな。あれ全然。ちょっと、切らせてもらっていいかな。おい、進む先はどっちになってる？上下、そして真下。上下、真下みたいな感じだな。オッケーオッケー。とりあえず、この雑魚ども、買っていかねばならん。うちは雑魚ども買っていかねばならん。スイッチやりづれな、やっぱり。この、武器がね、あんまり、てか、君ら、あのさ、脇から、ちょんちょんやるのやめてもらっていいですか。はい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 、よいしょ。ふう、いや、しんどいわ。なびく足ひれ。あの J の J じゃないのか。
さっき倒したジェイとはまた別物なのかな、さっきのやつは。これはこのまままた上と下だ。あ、繋がってるね。まあいいや、とりあえず、このまま行こう。魚の群れだ。怖い怖い。魚の群れが怖いよ。いて。いや、マジで。困りが効かないのが一番困るな、これ。回復と。あ、待って、なんかあったな。あーん。待って。やっぱ技の手が遅くて使いづらい。やっぱり技の手が遅くて使いづらいんですよ、僕。思うんですけど。非常に使いづらいと思う。どの技も使いづらいな。体験。体験じゃねえな。あの、片手剣になりすぎたせいで、思ったように動けん。思ったように動けない。思ったように動いてないんですよね。これ、このままいけちゃうのか。まあ、行ってみるか。人すまぬ神武。だろうね。そらそうだろうね。あ、倒せる。オッケー。盾は作っといて。嫌だから遠距離で攻撃されるの。7、7、7、あー、なるほど。そういう感じね。じゃあ、メイズ行くか。お邪魔します。はい。火かける居住区。これ絶対人住んでないっしょ。あー、連戦系か？あ、セイレーン。あ、あー、なるほど。ターゲット、ターゲット。よいしょ。あ、これは、雑魚敵を倒さないと、切れないパターンか。雑魚敵倒さないと、切れないパターンだ。はい、はい。よいしょ。えい。おっと？おっと？君たち。よいしょ。で、こいつは、取る。で、麻痺がな。ちょっと届かねえ。ちょっと、届かないのはやめてもらいたい。で、回復。おー、来た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 。えい。よいしょ。見て、いや、当たんねえな。回復入れといて。よいしょ。よいしょ。いや、マジでね。当たらんのよ。よいしょ。OK。はい。はい。家庭セイレンさん。いや、これジェイと同じだな、動き的には。よいしょー、切り捨てる。ふう、よーし。で、これが石碑でなんかもらえるんだな。なんだなんだ。パラライズレジスト、ありがとうございます。あ、で終わりか。オッケー。で、キリストターゲット討伐は OK じゃないこれで。え？あれ？これ先進めないな。OK、OK。じゃあ、戻ろう。仕方ないから。戻って、マップで言うと、この下戻っていくのはいいかな。ここの下とか、ここか。この下のところだね。多分。いや、でもな。いや、でもな。どうしようかな。あ、とりあえず下行こう。で、ここが行けない。ここも行けない。あ、行けないとこばっかりだな。あ、三方向行けないじゃん。じゃあ戻るしかないのか。戻ってこの下のとこからくぐっていくか、こっちの一番真下の方行くしかなさそうだから、そっちに行こう。で、ちょっとごめんね。君たちごめんね。ごめんね。相手してあげられなくて。うちも忙しいけん、ちょっと相手してられんのよ。で、ああ、はいはい、どうもどうも。あーちゃんの皆さん。あなたの武器をください。あなたの武器をください。本当に。あなたの武器をください。ちょっと弓をさ、使いたいんだけど。
ドン。よし。バラバラ。まあ、先に行くにしてもだよ。これ下行くしかないよね。こっち側。はいはいはい、どうも。あ、でも明日はいけないのか。オッケー。よいしょ。よいしょ。で、ドン。はい。で、そこにある矢印をやるにしてもまだ、今じゃないということだな。マジ。チク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 。チク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 、君やってくるね。これなんだ？あ、これ光ってるだけか。ありがとうございます。光ありがとうございます。光はありがとうございます。あなたのおかげで。よいしょ。しっかりと。よいしょ。いや、硬いね、君。よいしょ。ふぅ。あ、このクラーケンみたいなやつがあれか、ここのボスかな。よし、オッケー。ふぅ。あ、ちょっと待って。今、アイテム、取り逃してましたね。甲虫草。水中で甲虫草？おーん。で、回復入れて、この先そろそろ休憩ポイントがあると思うんだけど、どう？行ってて。よいしょ。オッケー、爆散。敵爆散。これ上は、ああ、これって、え？ああ、なるほど。マップのなんかあれが変わった作りが。まずセイレーンいっぱいいるじゃん。さっき倒したあれって違う。ちょっと待って。ちょっとこれしんどいな。こんな、こんなところで戦わせるのか。回復入れて。ちょっと待って。君さ、俺がカウンター決められるの分かってるだろう。オッケー。ああ、諦められた。ああ、いいね。よいしょ。オッケー、キルターゲットキリング。よし。で、これで上のところがいけるようになるというわけか。オッケーオッケー。これでだいぶマップの作りは変わったはずだから、戻って先進んでいこう。上は何もないかな？いや、あるね。いや、何もねえだ。何もねえや。よーし。よーし。よーし。何もないね。このところ下も行けるなってのかな、そういえば。この下、真下さ。真下さどこだ？真下さ行くところどこだ？この辺？ああ、これはダメだ。動いてねえや。となるとよ。失礼。ちょっと、みんな失礼。みんな失礼。やめて。ああ、こっちじゃないな。逆。で、この隣の部屋の作りが、いててててて変わってるはずだから、いてててて、なんて腕前。なんて腕前、あいつ。すごいな。いや、みんな生き返ってんのかい。ちょっとやめてよ。ちょっとやめて、めんどくさいから。やめて。んで、ここの、先か下か、どこか。どこか。何か変わってるはずだよね。何か変わってるはずだから、今ちょっとやめて。あ、ここだ、ここ。ここがいけるようになってる。よし。で、ドン。よし、オッケー。で、これを、ガッチャンこう。で、これ下か。はいはいはい。宝箱は開く。はい。宝箱は開く。オッケー。ん？で？あー、ん？ん？これで、あー、オッケーオッケー、わかりました。で、さっきのところに戻って、なんか往復めんどくさいね、ここね。ちょっと一応この先行ってみようか、この先。もしかしたらこの先の方で動きがあるかもしれん。ああ、おい、来んじゃねえよ。この先のところで壁になったやん。あそこ空いてるわけないんだよな。空いてるわけないんだよ。空いてるわけないんですわ。というわけなんで、これ戻って、またレバーをガッチャンコして、
先行くってパターンか。あ、めんどくせえな。戻ります。戻ります。急いで戻ります。で、これを、よいしょ。さっきのとこあったじゃん。もう、遊んでる暇ないんでさ。バイトフィッシュさんと遊んでる。君らバイトだろ、どうせ。噛みつくじゃなくてさ。で、ここの、その目の前にあるレバーあるじゃん。これを上げることによって、このレバーで壁と、この壁が上に上がって先進めるようになる。そういう算段だと思うよね。というわけで、行くか。また下だよ。じゃ。噛みつくな。なんだお前は。というわけで、ここよ。これを、ガッチャンコすると上に上がって、で、あれ関係ない？ん？あ、ん？ちょっと待って、わかんねえ。え、これで何か変わってもないよな。あ？この、これを上げられるところがあるのか、レバー。ん？ん？え、わからんぞ。わからんな。わからんから、とりあえず今日はこの辺でおしまいしようか。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまでの語りは私、コイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。マジわからん。